皆さん、こんにちは。アンコウです。アンコウのオペラ砲弾、前オペラ。第65回。えー、トゥインピックスのことをずっと話をしてきましたが、まあ、最終回。<laughs> まあ、今後また喋ることはあるかもしれませんが、えー、とりあえず最終回です。が、まあ、あの、トゥインピックスどうでもいいやと思う方は、もう聞かなくていいんですけども <laughs>、ちょっとでも興味を持ってくださった方は、ぜひ、あの、聞いてください。えー、これですね。 まあ、まさか出ると思わなかった25年後のティンピックス。えー、the third season ですね。第3シーズンです。はい。これは、えー、1回あたりの、その、エピソードの時間がですね、前は、えっ、ー、と、1時間、テレビの時には1時間と言ってもて CM があったんで、1時間弱、まあ、45分くらい、賞味だったのが、えー、ケーブルなので2時間になって18話ということで、大変長尺です。 これだけで、えっ、ー、と、最初の、えー、ファーストシーズン、セカンドシーズン全部に匹敵するぐらいの長さが、えー、ありますね。えー、まあ、多分それ以上かもしれないです。それ以上の長さがあって。これはですね、もう本当に、あの、えー、世界観で言うと、最初の、まあ、テレビシリーズの冒頭がありましたよね。まあ、これ、僕はゆっくりだっていうふうに言いました。 そのゆっくり感っていうものはね、さらにゆっくりになった。だから、1時間、まあ、読み入れて45分だ、ああ、だから撮って45分だって言いましたけど、45分の中で伝えていた情報量みたいなものっていうのは基本的に変わらないんです。この中でも、2時間でも。つまり、45分の時間が引き延ばされて2時間になっているっていうような感じなんですね。だから、や、やたら呪いです。呪い。まあ、 嫌いな人にとっては、まあ、くどいとしか思えないような、そのような変な時間の感じなんですけど。で、まあ、ただ、これが僕は、あの、結構、えー、このデビッチの、リンチの世界って、まあ、日本人にすごく受けたのも、そういうところあるのかなと思うのは、結構この、まあ、東洋的なものっていうか、そういうものに彼自身が惹かれているところきっとあると思うんですが、例えば日本の脳ですね。 えー、おのおのように、えー、まあ、その、気象転結ではなくて、それが急展開していくというね、えー、あのー、話の展開の仕方。だから、非常にゆっくりなとこ、まあ、おのお見たことある方は皆さん分かると思いますが、毎とか本当にゆっくりですね。でも、それが突然この悪霊が出てきて、えー、 戦いをするとかいうことになった時にはもうタン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 みたいな感じになるというこういうところがこのデビット・リンチの世界にはあるんですねだからこれが非常にこう予想不可能なところが大変面白いところですねこのですがこの25年後の2018年バージョンのこのトゥインピックスはまさにそういう世界であってえイベントが これは非常にあのショッキングで、えー、まあ時に残酷で,ですね、えー、その残酷さは前の映画のところの継承してるような感じであるんですけども、えー、そこの前のところ嵐の前の静けさというか間の静けさみたいなものっていうものが、えー、より長い分、えー、そこのところの強さっていうのはまだ増しているというかね。 えー、25年経ちました。アメリカ、1988年から25年経ってどうなったんでしょうかっていうところですね。世の中は、まあ確実にオールドになっていますね <laughs>。登場人物やみんな25年経ってるんで、えー、まあ中には亡くなった方もいますよ。だからこの中に登場しない人もいます。で、これを撮影して、 えー、すぐに亡くなった方も何人もいます。だからまあ、本当に限界に近いところで作られてるんですけど、それが故わになんかこの登場人物たちと、このドラマの、えー、キャラクターの関係、これ前にも言いましたけどもね、というものが、また別な角度から、これは、まあ、非常にユニークでオリジナルなんだっていうのが見えてきます。まあ、前のところでちょっと話をしようと思って忘れてたことがあってですね、それは、この映画化されたファイアウォーク with の時に、 えー、キャストが一部変わったんですね。で、それは、えー、まあ、このあの、収録中にちょっとこの中のメンバーの中でもいろろな人間関係があって、多分そういうものが反映されてるんだっていうふうに、まあ、噂もされました。だから一部のキャストがちょっとそこで交代になっていたりするんですけどね。ただ、こういうことっていうのもやっぱりありますよね。この生,生でやってる間にはね。 えー、で、まあ、前から、あの、萌えオペラでオペラの話をしているときに、例えばまさにニニベルグの指輪なんかそうなんですけども、えー、それが、の成立過程は、まさにもう、もうその、お話は、神から与えられたような、その何かのこの、部分は、下書きみたいな部分があったとしてもですね、でもそれを最終的に描く人は、生身の人間ですから、例えば、えー、ジュゼッペ・ヴェルディが、えー、自分の奥さんと二人の子供を亡くしてね、 それで、失意のどん底のところから、ナブッコっていうオペラを書いたとか。ええー、まあ、それは、作り話的なようなもの、ものもきっとあるでしょう。あるところで、この、ええー、ベルディのところに、この、そこのね、ええー、飛べ、ええー、大声の翼に乗ってっていう、いうようなものがパーって目に入ってきたっていうのは、ちょっと作り話めいたものがあります。が、しかし、人生なんてそんなもんじゃないですか。 そこでやっぱり、えー、こういう苦しみを経験しなければ、こういう希望の光が見えなかったとか、いろんなそういうことがありますよね。で、この25年後の、えー、リターンですね。このトインピークスには、えー、そういうものがいろんな要所要所に見えてくるわけです。だから基本的には、この正規というか、活気というか、そういうような意味では、やっぱり確実に失われてますね。 え、それは一つは、この、画面がですね、どん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 この、ま、デジタルで撮られているということもありですね。え、デビッド・リンチがこの前に撮ったのが、イン、インランド・エンパイアっていう、ま、これも非常にアブストラクトでわけわからない映画なんですけども、ま、これも僕も大好きですけども、これま、ほとんど彼がこの手持ちのデ,デジタルカメラで撮ったんですね。え、そういうことによって、あの、非常にこうなんか、 あのー、リアルな感じもありですね。非常にリアルでありながら彼がその、えー、よくわからん世界を撮ってるんで、ちょっと怖いんですよね。冷たいというか。で、これが、これがこのティンピクスにもずっと支配しています。だずっとこの妙な透明感があって。だからこれが、あの、映画の中のパッケージされた世界なのかどうかなのかよくわからない。 で、それが突然ブワーッとこのヘンタコな世界に入り込んでいく。えー、まあ、デイル・クーパーがですね、えー、まあ冒頭からこの巨人、ジャイアントっていうものと対話をするところから始まるんですけども、ここでデビッド・リンチは宣言をしてるわけですね。まあこの25年後のこのシーズンは、まあこれでいくよ。うん。だからかなりの人がそこで脱落してしまった。<laughs> その夢の世界。 の話だよ。っていうものをそこで出してきている。で、現実の25年経ったアメリカ自身というものは、もうこの悪夢の世界に支配されている。世界なんだっていうものはどん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 見えてくる。まあ、このえー、18話あるエピソードの中でまあ、とにかくこれだけ一つを挙げろと言われた。もう間違いなく、ほとんどの人が言うであろうのは第8話ですね。 えー、これが第8話というものは、まあ、一言で言えば、そのアトミックボンブについての話なんです。なぜトゥインピックスにアトミックボンブが出てくるのか、簡単には説明できないです。まあ僕もこれ見た時にはよくわかりませんでした。ね。けれども、ここで多くの悪夢が生まれたんだ、ということで考えると、えー、すごく、もうそれは、えー、腑に落ちるわけですね。まあこの、 今回のこの25年後のトリンピックスっていうのは、前のところが、えっと、えー、あれですね、ワシントン州って言いましたね。ワシントン州の、えー、の、本当に州境に近い、えー、とこの、えっ、ー、と、オレゴン州、えぇ、ー、との州境に近いところにある町だったわけですね。で、南に下るとアイダホですね。そうしたらカリフォルニアですけども、えー、という、えー、とこだったり、これさらに、 もう舞台が広がって、その、ワシントンから、えー、サウスダコタ、えー、そしてネバダ、えー、で、ニューヨークも一部出てきますね。で、こういう中でですね、まあ、その、核、えー、原子爆弾の実験場ですね、えー、みたいなものに近い部分というものも、まあ、ネバダ州のそういうところが登場してくるわけですよね。まあ、 ワイオミング、ネバダーとか、そっちの方の、まあ、西部、昔のこう、西部開拓時代の西部の、あれですけども、東の方から列車がどん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 行って、カリフォルニアに到着する手前のところ、この辺り、もたくさんのその、先住民との戦いの場でもありましたね。えー、前にも言いました。自然、そして、ネイティブアメリカン、そして、夢の世界、まあ、スピリチュアルの世界と言っていいでしょう。この世界というものが、3つがこう、更新しながら、 そして謎のこの空からやってくるこの渦、w o r ル d ですね、w o r d、えー、が、えー、人,人をこう、やュとこうそこで、殺、殺戮していくっていうのはそういうもの、超自然的なそういうものもそこの中に現れてきて、えー、ますますこう、混迷のみを、えー、深めていくっていうのが、このトゥインピックスの、えー、第3シーズンですね。まあ、 これは僕に正直言ってまだ一回しか見てないんですね。まああまりにも重いし、あまりにも時間がかかるんで、えー、できればちょっとまた見直したいと思ってるんで、僕はまあ今深いことは、え喋、ー、りません。前に見たこのファーストシーズン、セカンドシーズンと、それと、この、えー、ファイアーウォークミズもこれ何度も何度も見ましたんで、これに比べて僕にも語れることの内容が非常に限られてきて、まだ語彙がちょっと限られてるところがあるのが、誠に拙ないんですけども、ただなんか、片一方でね、 あんまり繰り返し見たくないなって、なんかこれはやっぱ自分の中で大事にしながら、時間経ってガーッと、ガーッと一息で見たいなっていうふうに思う、そういうものでもありますね。だからちょこちょこって見て、なんか分析しちゃうと面白くない。うん、やっぱりこのゆっくりとしたテンポの中で語られていくってことが大事なんじゃないかなって思うんです。で、それをこっちが、えー、だからこれまさにケーブルでやったものですからね。自分の好きな時間に、まあ、 見れるというか、まあもちろん生配信はされてるわけですけども、その、えー、でもそういうとこはあるじゃないですか。だから地上波のドラマとはやっぱり確実に違いますね。まあ僕は地上波のドラマは VHS で撮ってね、あのー、全部 CM を見で撮って、もうつい最近まで持ってたんですけど、最近もう断捨離して <laughs> ああ、もったいないけど捨て、全部捨ててしまいました。まあもうこういうものにね、まとめてこう見ることができるんで、まあその当時の CM とかも懐かしいんですけど、まあそんなこと言ってたらもう本当に、 あの、キリがないんで、断捨離してしまいましたまあこの、これはもうちょっとそういう意味とは違うところで作られた世界ですね。というか世界がそういうふうになってきてるわけです。CM があった時代はまだ良かったのかもしれない。えー、我々が今もうこう入ってきているネットの世界、えー、もう電波がいろんなところ飛び交っているこの世界というものはね、えー、それは、 素晴らしいものがありますが、その素晴らしさはありますが、同時に恐ろしい世界かもしれませんね。Firewalk with Me の僕の大好きな場面で、えー、僕の大好きな俳優、ハリエリン・スタントンがある、えー、キャンピングカーが、えー、まあ、止まっている。まあ、こういうところがあるんです、アメリカはね。キャンピングカーの、えー、に乗って生活をしている。要は、えー、住所を持たない人たちっていうのがいるわけですよ。えー、そういう、まあ、 言ってしまう、ジプシー的な生活をしている最下層の人たち。そういう人たちが暮らしている、そこのオーナーを彼が言ってまあ彼自身も本当に、え、人生もいろんなことを棒におりましたっていう顔をね。え、これはまあ明らかに、え、ヘアルデリンスタントのもう本当に代表作である、ウィン・ウェンダースのパリス・テキタスの中のトラビス。これのイメージをデビッド・リンチは踏襲してると僕は思うんですけども、そのように前にあったことをもう忘れてしまった。 自分で忘れようとしてしまった。蓋をしてしまった。そういう人物ですね。人物が、電信柱をね、こうぐーっと見上げ、見上げてぼんやりと見上げるシーンがあるんです。で、この電信柱のとこを通じて、こういろんなものが、こう、電気が流れてきてるっていうね。この、まあ、電気恐怖症みたいなところが。で、これは、えデビッド・リチがイレーザーヘッドの頃から、えずっと、 あの、伝え続けてきている。この産業的なもの、インダストリアルなものの中にある一つのパワーみたいなものですね。相当繋がってますね。え、トゥインピックス。非常に、えー、素晴らしき、不思議な、えー、恐ろしい世界です。ぜひ、まだの方はご覧になってください。それでは、Have a good day!